ゃどれや。いや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 。お世話になりました。どうも、お疲れ様です。どうも。今日頑張ってください。はい。阪神タイガースに指名を受けた時、若菜さんが抜けられてね、それでどうやっていうこと言われたんですけど、1位は嫌だっていうのにね、不作の年だったんですよね。いや、不作のことないやろ。それは違いますよね。で1位で入って両方とも1位だね。な、そうです、はい、木戸さん、そうですね、そうドラフト1位の1年先輩ということになるんですけど、でも僕、実家も大阪ですしね、熱烈な元からの阪神ファンでしたから、はい、もうすんなりと決まりました。甲子園球場でゲームもやれるし、そうですね、はい、中西さんはその翌年の入団ということになりましたね、はい、僕もまあ1位でね、一応逆指名みたいな形で入りましたんで、すんなりと、まあ入ってからはちょっと阪神1位のがあの頃何年か悪かったんですよね、清さんも悪かったで、僕も悪かったから、で給料泥棒とか言って言われましたけどね、よく言われたよね、はい、時にあの記者会見の時思い出したりとかってするもんなんですか、入団当時の。入団当時のいやもう全然その頃は思い出す人は思い出しますけど、自分からは思い出すことはそんな思わないですね。うん、中西さんはどうですか。それはあんま覚えてないですね。あ、そうですか。入団当時のことは、まあ、キャンプからは覚えてますけど、キャンプとかは結構ドラフトされて入団発表までって結構忙しいんだよな。そうですね、それが初めてのことだから、全然緊張してたんですかね、なんか、はい、後から考えてゆっくり整理しないと分かんないぐらいこう忙しいから、忙しい間にもういろんなことがあったっていう感じで、木戸選手は PL 学園で全国制覇し、法政大学でも6大学優勝、輝かしい実績を下げて83年ドラフト1位で阪神に入団。野球界の頂点を幾度も極めた木戸選手にはホームベースを守るべく大いに期待がかかりました。自分が生まれてすぐの時に優勝したきりで、最近あんまり優勝してませんので、だから早い間に優勝の経験プロでも持ちたいしね、だから優勝に貢献したいですね。85年吉田監督に代わった3年目の木戸選手は、開幕からマスクを任せられるとその巧みなインサイドワークで投手陣をリード、この年ゴールデングラブ賞を受賞します。さらにバッティングでも6月15日対太陽戦で3打席連続ホームランを記録、自己最高のシーズン13本のホームランを放ち優勝に大いに貢献、シーズン前半の最優秀選手とまで言われました。90年には代打サヨナラホームランも経験、その後山田関川らの登場で出場回数は減ったものの、常に若手選手のお目付け役としてチームを支えてきました。
真由美さんはまず木戸さんが入ってこられて、はい、その翌年中西さんがというふうに続かれたんですが、はい、こういう若々しい選手が入ってこられた時どんな印象でした？木戸が入ってきた年が、マウイキャンプやったよね。あの時はまだマウイ、マウイですよね、それでね、まあ、キャッチャーの1位ですからね、かなりその肩強いだろうしバッティングが効くだろうとか思って見てたんですけどね、かなりねベテランみたいな味を、ね、持ってましたよね1年目から、ね、というのは結局そのリードなんかもそうなんでしょうけどね、バッティングにしろね片手こう離してね、あの時ね影風言ってましたよ、はい、1年目からもう枯れてるな中西さんはもう1年先輩になられた木戸さんがすでにユニフォームに馴染まれた時に入ってこられたんですが、それぞれの先輩の印象とかどうでした？1年目入った時に同じ部屋だったんですよね、キャンプでね。そう、うん、でみんなが門限を渡して怒られてる時にそれから出ていった記憶ありますね。ありがとうばっかりしましたからね。その辺の話、阪神タイガースに今日入団するようになりました。よろしくお願いします。ユニフォームに袖を通してみて、やっとタイガースの一員になれたというか、ほっとしております。84年阪神にドラフト1位で入団した中西投手は、安藤監督のもとルーキーイヤーでは怪我に泣かされわずか1勝に終わったものの、2年目の85年にはリリーフに回り、セリーグシーズン最多の63試合に登板。その度胸の良さと大胆な投球で11勝3敗19セーブの好成績を残し、この年最優秀救援投手賞を受賞します。キューブ君の名の通り、数々のピンチをその右腕で阪神の勝利に導いていった中西投手は、21年ぶりのリーグ優勝では見事胴上げ投手となりました。ところが90年に右肘軟骨の除去手術を行い、一時は選手生命も危ぶまれました。しかし苦しいリハビリを経て、およそ9ヶ月ぶりに先発として一軍のマウンドに上がり勝利投手、ファンに勇気と希望を与えてくれました。真由美さんが中西さんを迎えられた時には、はい、ドラフト1位で即戦力ピッチャーということで ね入団してこられたんですけど、はい、2位が池田。そうです、はい、でこの年はねやっぱり新人でもね、もう最初から一軍にいて先発に行ったり、あの時もう1年目が5000人も回ったかな。いや僕は、後半ですね。後半ね、眉間と腰痛とありましたから。ああ後半出てきたね。次の年に優勝したんですからね。そうですよね、抑えでね。そうです、はい、あの時山本カズさんですね。カズさんがねアキレス腱をやられてね、もう後半ちょっともう抑えのやつですからね、はい、うん、だからスタッフって言いながら14年近くやってますからね、はい、お二人はまあよくバッテリーも組んでこられたんですけれども、バッテリーの中だけで実はこんな出来事があったんだというようなことを覚えてらしたら教えていただきたいですけどね。やっぱり打線のチームっていう印象で優勝したんですけどね、中西が行くときはもう最後の1回だから1点差2点差だから、ね、全く打線の援護関係ないわけですよね。最後9回1回抑えなあかん場面で、そういう場面だからやっぱり入ってるときからやっぱり高知省から、ね、出てリッカーとか行ってましたから、度胸のあるピッチャーやなというか、もうほとんど言うことなかったですよね、今のピッチャーみたいに。ここはバッターこんな風に思ってるから怖いと、ちことはほとんどこういう時はもうなかったですよね。大体の、はい、こうやったらこういうことで掘らなあかんなとかいうのね。あとはやっぱりいろんな思い出、もちろん抑えで優勝した時の思い出もあるけど、肘か肩が壊してね、1年半ぶりぐらいに甲子園帰ってきて、ヤクルト戦やったな、まあそうですね、先発してね、5回こいつ掘ったのがね、あれはすごく印象的だったですよね。いつもはこうカーッとやって掘るね、中西がなんかすっごい真剣な顔してね、ゴワゴワ掘ってるっていうかね、なんか信じみたいなね感じで掘ってる、あの時の試合がすごく印象的ですよね。最後あの時交代かなんかで中村監督来たんですよね、交代するかっていうので、で、まあ、もう一回だけこのバッターだけ、抑えらせてくれっていうので、池山かな確かで勝ち投手になったんですよね。まあ、そういう思い出とかもいろいろありましたけどね。だから木戸さんさっき言ったように、まあ大体木戸さんのリードのようにしても、これからこのボールから入ると、じゃあ要求勝負球はこのボールで要求するんだろうなっていう、そういうやっぱり読みみたいなのがやっぱり
大体合ってましたからね。あんまりこう首振ることもなかったし、でたまにこう突拍子もないリードしたりする時ありますよね、裏をかく、うん、そういうところでまた勉強したりとか、やっぱこういうなリードもあるんだろうなという、そういうことでだんだんこう自分自身の投球術っていうのはやっぱり覚えてきたと思いますけどね。 CM の後は今日のゲームの模様をご覧いただきましょう。昭和60年の阪神タイガース優勝の美酒に酔いました中西、木戸のバッテリーが互いにこの縦縞のユニフォームを着ての最後のゲームとなります。1996年の阪神タイガースの一番最後のゲームは中西の、そして木戸の阪神タイガースとお別れのゲームということになります。阪神中日の最終戦、午後6時プレーボール予定。真新しいマウンドにこれから中西投手はどんな思いを込めて歩んでいくことになるんでしょうか。この放送解説は真弓明信さんでお届けしてまいります。真弓さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。真弓さんも昨年まさにこの2人の心境を味わわれたわけなんですがね、はい、唇をぐっと噛みしめてこれからマウンドへ、自分のこのユニフォームを着てホームグラウンドとしての甲子園の最後の仕事場に向かうということになりますがね。そうですよね、懐かしい思い出もね、浮かんできますしね、何とも言えない心境で、ね、マウンドに立つと思いますね。中西投手は阪神タイガース入団13年、そのタイガース生活を胸に刻み込みながらゆっくりとマウンドに向かっていきます。まだ誰にも荒らされていない真新しいマウンドです。そしてそのボールを受けるのが阪神タイガースのユニフォームに袖を通して14年間メインキャッチャーとして阪神タイガースの栄光を支え続けてきたこの木戸克彦捕手。中西、木戸のバッテリーで1996年の阪神タイガースの最後のゲームを締めくくります。普段は中継ぎで投げることが多くなってしまった中西清輝投手が、昨年一試合だけあった先発、それは広島市民球場だったんですが、それ以来の実に久しぶりの本拠地甲子園球場の真新しいマウンドに上り詰め、ゆっくりと投球練習を行っています。1回の表ドラゴンズの攻撃は1番タイガースを出た後もまだプロ野球の生活を続けたいと明言している中西、そして今シーズン限りで現役の選手としてのユニフォームを脱ぐと明らかに公言もしている木戸捕手のバッテリー、阪神タイガースにとっては忘れられないバッテリーです。関別の試合、中西の第1球ストライクから入りました。ベテランがバッテリーを組み、そして打席に迎えた選手がルーキーであるというのも何か因果を感じさせますが、今シーズン規定打席には足りませんが、それでも3割以上のアベレージを残して来シーズンが楽しみな増田がバッターボックスです。3球三振の立ち上がり、中西清輝まだまだ全盛期を彷彿とさせる素晴らしいボールを見せてくれました。解説は真弓明信さんでお届けしています。真弓さん、なんか中西投手のこの先頭バッターに対する気概が胸に伝わってくるものありましたね。そうですよね、最後のボールで141キロ出ましたよね、はい、バッターボックスには2番の鳥越、
まあ、もちろん中西投手は常々明言しているようにここでユニフォームを完全に脱ぐんじゃなくて、はい、チャンスがあれば昨年の真由美さんこの時点でおっしゃっていたようにさらに野球を続けたいとという気持ちあるみたいですからね、はい、まあ、そういう気持ちでマウンド立ってますからね、最後の試合ということでもかなりアピールっていうね他球団へのアピールっていうことも考えてね、はい、マウンドに立ってると思いますけどねありますよね、はい、それは128試合目でドラゴンズにとって今シーズン決着がつきましたジャイアンツとの直接対決まで持ち込んでいったその粘り脅威と言われた6連勝をライバルチームに見せつけてそしてゲームのなかったジャイアンツを焦らせて、まあ、そういう意味では真由美さんペナントレース今年もセリーグ最後の最後まで盛り上がりましたね盛り上がりましたね、今日のこのゲームはタイガースにとって特にあの昭和60年の優勝をまぶたにしっかり焼き付けている者にとって非常に思い出深い試合中西投手がこのユニフォームを着てボールを投げる最後の試合そしてまたそれを受ける木戸星もプロ球界からの引退という最後の節目に立ってのゲームですまゆみさんペナントレースが終わってしまって、まあ、結果がついてしまって、はい、でその後こういうのは通例、まあ、消化試合というふうに言われたりもするんですけれどもそうですね、でありながらその次を目指してっていうのはこれは新しい天地を求めようとする人そして新人選手なんかにとってももちろん大事な試合であるわけですよねそうなんですよね、結局シーズン中はほとんどのファームの方で、練習っていうか試合をこなしてきた選手にとって、この時期っていうのはチャンスもあるんですよね若手の人に、はい、それとその、まあ、ベテランでも来年やれますよっていうようなねアピールの場でもありますよね、はい、先頭の増田を3球三振続く若い鳥越はセカンドフライ前世紀の中西をなんとなくここまでのバッター2人には思い出させるようなそんな内容のピッチングですバッターボックスには立浪プロに入ってくる数多くの選手がそうであるように高校野球時代からこの甲子園球場で愛されてでタイガースのユニフォームを着られた人は幸せだなんていうふうにもよく言われるんですけれどもそうですよね、今日なんかでもちょっと早めに入ったんですけどね本当にあの外野の芝生内野のあのこの土の色ですね、本当に素晴らしい球場ですよねそうですよねそれを自分たちのホームグラウンドにしてもちろん真由美さんもそうなんですがあの昭和60年の日本一を勝ち取ったそのメンバーが今日またここで2人かけていくということになります実際にゲームに出続けていた人レギュラーメンバーだった人という意味ではもう中西投手、木戸星が最後の選手ということになってしまいますからね、そうですよね、プロ14年間 PL 大学から PL 学園から法政大学を経ましてドラフト1位で阪神タイガースに入って83年84年は出番が多くなかったんですが85年第2次吉田芳雄監督体制の折に抜擢されましてそれからレギュラーキャッチャーの座をつかみましたこの木戸和彦立浪は弱いサードライナー立ち上がり3人も見事三者凡退気持ちのいい汗でしょう中西清輝席別のピッチング何度も何度もバッテリーを組み続けてきたこの2人が今握手をしてそしてファンに大きく手を挙げて応えましたまずは中西投手13年間の阪神タイガースの生活お疲れ様でしたと言ってあげたいですがね、はい中西投手の最後の縦縞のユニフォームっていう姿がサイドだったわけじゃないですかご覧になってどのような あんまりなんかまだ実感が湧かないですねなんかピンとこないですね
先発。立ち上がり1回を三者凡退に抑えました。83年チームメイトになった時、この時のバッター木戸っていうのは先輩真由美さんにはどんな風に映ったんですか？そうですね、バッティングはねそんなにね力強いバッティングはしてないようには見えたんですよ。ところがね意外とボールを飛ばせるんですよね、はい、85年優勝の年には13本のホームラン、はい、1試合3本打ったりとかもありましたしね。それに器用ですね、エンドラン右打ち、はい、こういうバッティングさせますとねチームでもね、トップクラスの器用さを持ってるんですよ、はい、技を持ってる、はいはい、バッターボックスに入った木戸、1961年2月1日生まれ。PL 学園から法政大学を経まして82年秋のドラフト1位でタイガースに入ってきました。その木戸、あ、バウンドが変わった。神様が木戸に手助けをしたか。記録はヒット。木戸選手が最後のゲームでプロ生活のヒットの数を増やしました。これでプロ通算505安打目が生まれたことになります。バッターが塩谷、背番号62。なんか甲子園球場は今日のゲームの意味を分かってるなっていう、そんな感じがね。そうですよね、今のも本当にダブルプレーのね、打球なんですけどね、思い入れというか思い出みたいなものがありましたら。そうですね、やっぱり力もないのにこんだけお世話になりましたしね、運よく優勝の時のね一応やっぱメンバーに入ることができましたから、もう本当この目ないいい思い出というか、もう阪神にはもうすごくタイガースにはもう感謝してますね、はい、優勝当時はもちろんダイヤモンドグラブ賞にも輝かれましたけれども、打つ方でもホームランも13本打たれたりとかね。だからあの頃はやっぱりあとはもう期待なんていうか期待なくてちょっとたるんじゃったかわかんないですけどね。あの頃はピークだったんですかね。ちょっとピークが早すぎるので。真美さん一緒に打線組んでおられて、はい、打者木戸克彦選手っていうのはどうだったんですか、その年は。優勝した年にね3打席連続ホームラン打ったりね。ありましたね。甲子園やってられ、ありましたね。だから確かにあんまり目立たなかったですよね。平田と軌道続いて次ピッチャーということでね。でもね、その相手ピッチャーからしたら気を抜けない下位打線でしたよね、うん、
で、うまかったですね。いろんなあの技術を持ってましたからね、送りバントもね、結構よく決めるんですよ、はい、で、エンドランさせてもね、非常にうまくね、決めるしね。ただ一つ、僕の前が平さんだから、機動力は全然使えなかった全くですね、初球からフォーク投げられたりしてね、僕はそういう思い出ありますね。でもね、二人でね、これ、うまく行き合わせて、少々ボールでもね、こう、バット出していくんですよ、バントの時なんかで、だから、平田もね、それをね、二人で話し合ってるからね、もうスタートものすごくいいスタートできる。だから少々足遅くてもね、成功率あってな。そうですね、まあ、あの85年優勝の年は中西さんもいわゆる強力打線に支えられてピッチャー冥利に尽きるような1年だったんじゃないかと思うんですけどね。そうですね、まあ、あの年からはね、あの年はやっぱり内野手はね、特にそうそうたるメンバーでしたからね、オールスターで、まあ、マリサショートもいなかったですね。ライト、いや、外野もそうだったですけどね、まあ、振り返れば本当にもうそうそうたるメンバーでしたんで、そういう思いからするとね、もうここの何年かの成績は本当に不甲斐ないし、まあ、これが外に出ますけど、まあ、やっぱり頑張ってほしいと思います。じゃあこれまでを振り返るとき、やっぱり一番の思い出っていうと、あの85年のことはどうしても出てくると。そうですね、まあ、優勝のもとにかくありますし、その優勝の時のメンバー、とにかくあのメンバーの中で、掛布さん、真由美さん、岡田さん、バース、外周、北村さんとか、ああいう中でこう投げれたっていうのはね、やっぱりいい思い出になってますし、あの打線でこう支えられたというのは、やっぱりピッチャーは、まあ、打線でやっぱりピッチャー育ったという思いますけどね。木戸さんにとってタイガース10年間の一番の思い出っていうと、やっぱり同じでしょうね。もうあのメンバー今から揃えろって言われても無理ですしね。ただやっぱり僕と中西がやっとね入って2年目3年目で勝ったのに、なんかやっぱり年上の人が多かったですからね、なんかもうちょっと僕たちは2人ね、早く年、ね、上の人としてぐらいの世代にね、入団したらもっと勝ったかなと思うし、どんどんみんなも先に抜けていくのがやっぱり寂しかったですよね、はい。まあ、こうやってタイガースのユニフォーム脱ぐんだけど、ちょっと心残りっていうのはやっぱその後に優勝できなかったっていうのは、そうですね、はい、心残りでしょうね。僕もそうでしたけどね。いわゆる仕事以外の時間でもバッテリーで仲良く酒飲みに行ったりとかってあるんですか？最近はないですけどね、やっぱり若い時は。最近はもうやっぱりお互い家庭持ってますし、まあ、水泳5000と家の往復だけですから。こういう場合は木戸さん、どっちが喋り役になって、どっちが聞き役なんですか？いや、両方とも大体喋って、大体2人で上に、僕らの頃は川藤さんからね、掛布さん、岡田さん、真由美さん、絶対いないでしょ。で、あともうワイワイ一人でやってる平田さんとかね、一人でやったりしてだから、どっちか言ったらもういつも僕らはもう酔えなかったですよね、一番下の方ですしね。あ、そうだったんですか。まあ、必ず僕らはだからいい先輩というかね、そういうなんか人でいましたので、やっぱり僕らはどっちかというとピエロ役やってっていう感じですね。まあ、変な酒は絶対盛り上がるためにこう騒いでるという、いいお酒やないですもんね。だからそういうやっぱり諸先輩がいっぱいいましたんで、そういう意味でもやっぱり決して気を使ってたわけじゃない。いや、気は使わなかったですね。 あんまり気は使わないで、まあ、自然とこうなんか和めるような、うん、会話をしてましたから。さあ、今度はですね、タイガースファンといえば熱狂的なことで有名なんですけども、このファンというものについてそれぞれがどういうふうに感じながらプレーをしてきたかということを伺いたいんですけれども、まあ、真由美さん現役時代には特にね、ライトの守備位置というとタイガースファンが一番近いところですから、いろんなこう言葉が、声援とあるいはまあ野人に近いようなものが飛んできたりとか、いろいろあったと思うんですけど。いや、甲子園ではそんなにヤジなかったですよ。あんまなかったですか。うん、でね、つくづく最近思うのは、そのオリックスの試合とかね、そのタイガースの試合とか見てると、やっぱお客さんが入ってるとこう盛り上がっていい試合になってくるんですよね。やっぱりお客さん少なくて、どんなにいいプレー、いいバッティングしててもね、そうそうこうなんかこう光ってこないっていうのかな。だからタイガースの場合それは幸せだなと思いますね。まあ、常にお客さんかなり入ってくれて、試合の内容よりもかなり盛り上がって見えますからね。そうですね、中西さんまだなんかやるとか、ね、どっかもうね、もうちょっとどっかます、もし他球団行ったら頑張ってまた阪神に帰ってきてほしいですね。木戸さん、木戸さんなんかまだやれるんじゃないかなと思う。
レビューなるのちゃうかい、中西さん。やっぱりね、中西さんも、入ってきてもう十何年ですかね。で、優勝との時の、まあ、結構セブとか、その後、まあ、怪我してね、ちょっとそれだけの、まあ、力は出なくなったけど、やっぱり僕らとしては、まあ、これずっとタイガース応援してきて、まあ、別に中西じゃなくてもね、木戸さんではなくても、やっぱりタイガースでずっといた日にするってのは、やっぱり寂しい思いがするよね。本当はもうずっと死ぬまでじゃないけど、会社みたいにね、ずっと行ってほしいんやけど、やっぱりこれはもう体力の限界とかいろんなのがあるから、まあ、それはやむを得ないだろうと。だけど第二の人生をね、コーチなり、またタイガース戻ってコーチなり監督なりして頑張ってほしいなと思っております。中西さんにとってタイガースファンの声援ってどうでしたか。やっぱり励みになったしね、勇気にもなりましたし、特にまあ本当は優勝した頃 の観客動員数って言ったらね、やっぱりすごい数字ですし、本当に勇気になったし、こう励ましになりましたよね。満場の甲子園球場の中にピッチャー中西とコールされて、うわーっと湧き立つ中にマウンドへ向かっていくというのは最高なんでしょうね。気分いいですよね。そういう中でまたそのマウンドでそのなんていうかな、勇気を持って投げれるかどうかっていうところですよね。それをだからファンが後押ししてこう投げ出すように仕向けてくれるという、力以上 そのプラスアルファっていうのはやっぱりファンがやっぱり引き出したもんじゃないですかね。木戸さんはそのファンの声ってどうでしたですか。そうですね、僕は場所的にはどっちかというとバックネットの近いところですからね。でもやっぱり外野のね、応援とか、すごいっていうかね、乗せられちゃうというかね、やっぱり本当ありがたかったですね。だから今年でもちょっと途中でボイコットっていうんですかね、応援がないときはね、心の中ではもう今年でやめんのにこんな寂しいなっていう気持ちありましたけどね。やっぱりそうですか。やっぱり嫌なこともあるし、チームで調子悪いときもありますけどね、ファンの人にやっぱりずっと温かく声援してほしいとは本当にお願いしたいですね。はい、ちょっとね、自分の気持ちってかなり応援に出てくるんですよ。中西半反対後半はちょっと経験したと思うんだけど、自分でちょっと自信がないマウンドってのあるくらいだろ、ね。はい、そういう時っていうのはね、ファンの人もね、かなりね、分かってるのか、その声援の仕方ちょっと違うんですよ。なんか自信がないところにもう一つね、上からね、押さえつけられるような、ね、感じの、ね、応援なんですよ。で、自分が乗っていってる時っていうのはね、もう本当にその声援でね、もっと乗っていけるっていうところがあるんですよ。だからね、声援っていうのは本当プレーにかなり影響してくるような、じゃないでしょうかね。さあ今度はちょっとまた60年の優勝の話にも戻るんですけども、優勝当時の監督でもあって、そしてまた新しく阪神タイガースの監督に三度返り咲かれる吉田芳雄さんのお話もちょっと伺っておこうと思うんですけれども、60年いきなり就任されて優勝に導かれたということだったんですが、その吉田さんについて木戸さんどんな感じで。そうです、僕はもう安藤さんの時に取ってもらって、監督の時にはもう2年間腰壊してね、何もできずまい で3年目になってやっと腰治ったと思ったら吉田監督が来られて、でオープン戦からなんかやけによく使ってくれるんですよね、はい、まさかまた使ってまたシーズン入ったら誰やろうなと思ったら、開幕になったら行けって言われた時はね、最初はってね、なんか大学で言ったら1年がね、明日行くぞって言われたような感じでね、いや本当俺でいいのかなと思って、そんなような印象ありましたけどね。事実、あの年に初めてプロとして100試合も超えて、そうレギュラーをつかんだ、ね、前半はもうほとんど覚えてないですね、それ以外のことはもうほとんどプロ生活覚えてるんですけど、あの時の前半だけはもう無我夢中だったんでしょうね、本当に振り返ってる余裕もないっていうかね、うん、8月ぐらいからやっと頭の中にね、ああこうだったと思うけど、前半戦は全然ないですよ。開幕で真由美さんがライト戦でこう取りに行ったあれぐらいは覚えてますけどね、あとはちょっとわからなかったですよね。それぐらいやっぱりちょっと、はい。中西さんは入団されて1年過ぎて、もうその翌年すぐ監督が変わるということになったわけですよね。で、吉田芳雄さんがその当時来られたわけですが、そうですね、まあ僕も1年目その安藤さんと一緒にやらせていただきまして、後半ずっとリリーフやって、で翌年吉田さんを迎えてそのキャンパーでいきなりその年の初登板が抑えだったんですね、初セーブっていう場面で、やっぱそういう今考えるとやっぱ思い切ったことをやる人だなというか、常にだからあの人が言う口癖でこう攻撃こそ最大の防御じゃないですか、やっぱり思い切りのいい監督だったと思いますけどね、その打つ方だけじゃなくても守りの采配にしても常に攻撃的な野球をするという人です。
とにかく一丸となって頑張ってというのがその年の流行語にも真由美さんなりましたけれども、ありましたね。現場には必ずミーティングがあって、必ず監督はその言葉を口にされてたんですか？いや、もうそんな毎日じゃないですけどねでもね、ヨドハンっていうのは本当に選手にね、自信をつけ出すのうまかったですよね。あ、前の日にサヨナラヒットを打たれてる福間さんですね、ありましたよね。原にサヨナラヒットを打たれるんですよ、ええ、次の日同じような場面で出てくるんですけどね、今日は絶対打たれないから行ってこいっていう感じでね。でもう一回やられるとその間が空くと何日かこう悩まなくちゃいけない時期があるでしょ、時間が。ところが、ね、次の日にポンとまた使うんですよ。それでまた自信を取り戻してまた活躍できるっていうね。マウンドでもそうだったんですね。歩いてきてピッチャーがもう変わるやろと思ったら、お前変えられると思ってるやろアホ行くぞって言ったりね。ネクサークルバッターでバット打って監督来ましたね、でも当然振ってるもんでしたら誰だと思いましたね。お前変えられると思ってるやろ行くぞって、そんなんですよ。平さんなんか帰られると思ってるやろって、もうその頃帰ってましたけど行くぞって言われて、ウェイって言ってましたけどね。そんな話だったんですね、はい、おい、チャンスはピンチや浮気になったら勝ち先導っていうような監督さんですよね、確かに。じゃあ戦力揃ってたけど、さらにその気持ちを前向きにさせるような手腕がその当時ももちろんあったというんでしょうね、はい。さて、その吉田芳雄さんからですね、今年でとりあえず縦島のユニフォームを逃れるお二方にメッセージが届いておりますので、ここでちょっとご覧いただいて、で感想なども伺いたいと思いますので。そうですね、まあ2人ともにですけども、若いバッテリーが85年ですね、昭和60年の優勝の原動力になってくれたと思います。それから十数年ですね、来て、そして引退をするという、本当にご苦労さんと本当によくやったという、そういうことを言葉を送りたいと思いますね。やはり彼もらもこれからやっぱり野球人生がいよいよいろんな面で始まるということですからね、やはりまあ将来はやっぱり指導者といいますかね、やっぱり野球人としてやっぱり成功してほしいということを祈っておりますというメッセージだったんですが、これからまた新たな野球人生が始まるという気持ちでより高いところへというようなお話だったんですけれどもね、広さん、まあもちろん我々が期待する部分としては、木戸さんも将来タイガース その指導者になっていかれるという期待も大きいわけなんですけども、まあ、そういうところの先輩でもある吉田さんの言葉っていうのはいかがでしょうか？そうですね、励みになりますしね。より高いところと言いますけど、まず低いところから行かなきゃより高いところ行けませんからねやっぱりユニフォームを脱いだら、そういう仕事もしつけるならね、もう一回選手と一緒のね、1年目みたいな手で泥に泥と焦りまみれて行かなきゃいけないと思ってますけどね。何度も繰り返しになりますが、中西さんは吉田さんの、ね、繰り出してくるタイガースのバッターと勝負しなきゃいけないかもしれないと。いや、それまだ分かんないですけどね。分かんないですけども、ね、まあいずれはね、そういうやっぱり道に行きたいんですけど、まあ今はそういう気持ちになれないということで、去年の並さんと一緒で他チームで選択しましたけどね。まあいずれはでもタイガースのためにそのなんていうかな、協力できればね、したいと思うし、でも今はまあ自分のことでまだ精一杯ということで、あまりね中途半端な気持ちでそのユニフォームを脱いで選手を指導するよりも、そうですね、はい、うん、自分でもスパッともう現役に見切りつけて、指導者なら指導者っていう形で行く方がいいと思うんですけどね。まあしかし頂上からね、屈辱の再開までいろんな立場を味わってこられましたけれども、それぞれの14年間13年間っていうのを改めてこの縦島のユニフォームになぞらえて振り返って、木戸さんどうですか？僕はもう万歳と思います。万歳、はい、よくやれたとというか、もう同じと思います、はい。僕はまあ13年間ね、本当にこの縦島で精一杯やったという気持ちもが7割ですか、まあ、残り3割ぐらいがまだやれるという気持ちがあるから、やっぱりそういう選択をしたわけですから、まだやれるっていう気持ちがね、全部なくなるまで、まだ現役を続けたいと思います。野球というものに対してこれからこういう夢を持って関わっていこうっていう、そういう夢とか、あるいはタイガースに対する夢っていうもの、それオーバーラップすればそういう話で結構なんですが、
そうですね、やっぱりタイガース夢って言ってもやっぱりまず強くなってほしいですよね。それでやっぱりすごく見ててね、子供たちもね、お年寄りもみんな集まってくれるようなね、そんなチームにしたいですよね。真弓さん、まあ、はい、今同じ神戸でも、はい、オリックスが元気を出してイチロー選手がね、あれだけの人気でチームを、そしてプロ野球界を引っ張ってという事情もありますけれども、もともとは阪神タイガースがその上を行くという人気を常にキープし続けていたわけですよね。ですよね。だから確かにね、1年に1チームは優勝するんですけど、後の5チームっていうのはね、優勝できないんですよ。それでもね、やっぱり見に来るお客さんがね、なんか夢がある、見て帰っても楽しかったって言えるようなね、そういうチームにしてほしいですよね。吉田さんが三度監督に返り咲かれて、阪神タイガースどんなチームになってほしいという、こういうメッセージをちょっと出していただきたいんですけどね。あ、僕ですか。そうですね、やっぱりいろんな監督が来てね、いろんなコーチとかいろんな選手が入ってきて、やっぱり選手も言葉もありますけど、やっぱ結局はやっぱユニオン着てるうちは野球屋は野球屋ですから、使ってもらえる時もあれば使ってもらえる時もあるし、そういう時やっぱり後で終わってね、あの時僕も今そう思うんですけど、なんだこいつとか思わないでね、やっぱり人間、ユニオン着てる間、まず死ぬまではやり返すチャンスとかね、取り戻すチャンス絶対あるんですから、もうそういうまず心の問題でね、気持ちでもう絶対負けてもらわないように選手にはしてほしいです、はい。中西さんどうですか。そうですね、まあとにかく強いチームというか、やっぱり A クラス、とにかく A クラス、毎年こう A クラス争いというか優勝争いできる、やっぱりその土台を本当に作ってもらいたいですね。まあ、本当になかなかこの短い時間では思い出を語り尽くしていただくというのは大変かもしれませんけども、ファンの皆さんにメッセージとして残していただいて、まあ、僕の場合はですね、この縦島の、マウンドで投げる姿を、焼き付けてくれれば、少しでも焼き付けてくれれば、いいかなと思います。どうしてね、僕の場合はこんな選手もいたんだなってね、本当今中西君言ったみたいに思い出してくれたらもうそれで幸せですし、もう他言うことないですね、はい。本当にどうもお疲れ様でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。僕まだいいです。これで2人の縦島のユニフォーム姿も見納めです。ゲームの後のセレモニーをご覧いただきましょう。心からお礼申し上げます。投手がこの縦島のユニフォームに袖を通していたことを決して未来永劫まで忘れることはないでしょう。中西投手はまた新天地での野球が新しい自分を作り出すかもしれません。それに向かって新しい門出の一歩でもあるわけです。さあ胴上げです。まずは大きな軌道星が2度3度涙をこらえながら、あるいは涙を拭きながら
今度は栄光の背番号19番、優勝の時の抑えのエース中西陽希投手の体も宙に舞いました。したというか、本当こんな力もなく10年間やれたのも自分自身びっくりしてますけど、最後の最後でね、こんな素晴らしい試合で終われたっていうのをすごく皆さんに感謝してます、はい、中西木戸のバッテリーが木戸さんの、ま、いわば有終の美を飾ったわけですが、このコンビで最後飾ったというのは、ずっと石軍の方では中西受けてなかったもんで、どんなもんかと思って最初は不安だったんですけど、もうブルペンからも素晴らしくいいボールが来てて、本当あの優勝した時の抑えの頃のあのような球が来てたので、もうすごくびっくりしたのとすごく嬉しかったです。あ、ナイスピッチングって言ったら、もう向こうはもうあいつとはもう何も言わなくても分かりますから、抑えの打ち合わせしたら、もうあとはもう好きなボールを打ってきたら僕も好きなように取って好きなようにリードできるっていう、もうあいつの場合はもう自由自在なバッテリーですから、もう全然困らなかったし、もう握手して目見たらもうお互い気持ち分かりますから、はい、お嬢さんから花束をもらって胴上げされて、娘の花束はやっぱり今年の、シーズン中もちょっと事故がありまして、そんなんで今日元気な顔で花束くれたから、すごく嬉しかったですね。あんまり球場来るのは本人嫌みたい で花束渡せっていうのもなんか最後ギリギリまでなんか女房が黙ってたみたいで、そんな娘なんですけど、最後は堂々とホームベースまで歩いてきたから、親としてすごく嬉しく思いました。タイガースでの14年間、まあ、木戸克彦は一番誇れるところっていうとどんなところですか？ですね、やっぱり僕自身だったらやっぱりこんな選手ですから、とにかく一生懸命やったっていう自信はやっぱりありますね。確かに後輩には口やかましかったし、なんかそういう面では最後まで我を通したというか、まあちょっと矛盾してるかも分かりませんけど、ちょっと頑固を通させてもらった、そういうのはありますね。もうちょっと答えは分かるような気がしますが、この14年間で最も印象に残る瞬間というと、やっぱり優勝した時ですよね。優勝してイレギュラーに吉田さんに抜擢されて優勝して、やっぱあの頃は掛布さん、真由美さん、岡田さん、平瀬さん、バースとかね、もうあんなメンバーはこれからのタイガースでも作れないと思うし、野球界でももう作ることがないようなメンバーだったですから、その中に本当自分みたいなものが名前載せてもらって一緒に試合させてもらったということはもう一番の思い出です。やっぱり思い出っていうよりなんか別れの方が辛いようなね、掛布さんや、岡田さんとか真由美さんとかどんどん辞めていったから、年の近い平瀬さんもまあ早く去っていったから、すごくそういう意味では寂しかったです。今度は木戸さんが若い選手たちにバトンを譲るという意味でロッカーでおそらくみんなの前で何か話をされたと思うんですが、よろしければ若い選手にどんなことをおっしゃったんですか？そうですね、まあ1年間今年兼任でガミガミ言うたことをまず悪かったと謝って、それとあといろんな監督やいろんな会社の人やいろんなコーチ選手、ドラフトで入ったりあのトレードで来る選手がおると、で自分の環境もどんどん変わると思うんですよ。出たり試合に出たり出なかったり、優遇されたり冷たく扱われたりでも、そういう時僕が14年間で終わる時にやっと分かったことで後輩に話した、さっき話したんですけど、まあ、そういう時でも結局野球屋はもう家に送ってる間は野球しかないんだから、まあ陰でぐちぐち言ったりやる気なくしたりするのはやめて、とにかくやり返すチャンスや取り戻すチャンスがあるんだから、家に送ってる間はもう絶対変なことを思わんと一生懸命やれと、そういうことを言いました。まだまだやりますか？そうですね、もうこのバッテリーというかこれで、まあ13年間、
木戸さんに13年間こう受けてもらってね、やってきましたんで、そういう意味ではこう、いろんなやっぱ優勝したこと とか、再開になった年とかやっぱいろいろ思いながら、やっぱり相変わらずのやっぱりリードをするなという気持ちでこう投げてましたけど、まあその通りに投げられるのも僕ぐらいしかいないと思いますけどね。まあ高校野球でも優勝させてもらったし、で憧れのやっぱりタイガースに、逆指名のような形で入ってきたし、それで13年がこの縦島来ましたしね、まあこのマウンド、この雰囲気っていうのはやっぱり他の球場じゃない雰囲気がありますんで、そういう意味ではこうやっぱりこのマウンド来年立てるかなどうかなっていう、もう最後になるのかなっていう気持ちもやっぱりありました。まあ野球人というか野球選手としてはまだまだ、もうすでに来季のことを見据えて、トレーニングしてますから、まだまだやるつもりでいます。